桐田さん、一番印象的なハイキングは何だったんでしょうかね。あ、したかい、したあんましたことないですか。ヨセメティとかそういうやらすと、あ、いいですね。家族で行きましたか。うん、おお。うちの奥さんの3人乗せてる。6人ってことも。6人乗りで6人で。今やってる。いやいや、だんだんパワーアップして5年後、10年後には海外旅行にはなっているのかもしれないですね。Ooh.